正直僕は大学4年の時に、あのどこのクラブを選ぶかって言った時に5年後日本人だけで優勝するチームを作りたいと。おでそのためには各ポジションを核となる選手が欲しいっていうことで、まあ、前年にトシアが入ってでその次に僕が入ってみたいなタイミング的にちょうど良かったなっていうね、まあ、福西とか清水、典久、二郎ね皆さんご存知だと思うんです、まあ、あれが同期なんですよ僕ら。で僕大卒から高卒で俺あれじゃんその年からマネージャーでしょ。そう、そうでしょ。僕ブレザーでこいつらあの学生服チンチクリのやつらが3人いてみたいなのから始まったんですよね。でジェフからね、はい、見たねジュビロってどうだった、はい、代表クラスのメンバーがすごいいたのでもうちょっと名前負けしてる部分もあったんでここでジュビロと当たんのかって思うとすごく嫌な時に当たったなっていうのはすごく印象で。命名はサッカーマガジンがつけたんですよ、うん、サイコロの5をイメージしてくれれば分かると思うんですけどボランチが2人後ろにいて前に、まあ、2列目がいて僕が真ん中にいるのが N ボックスって言われたんですよね。 N ボックスって何かなと思ってインターネットで調べてそしたら丁寧に書いてくれたとこあるんですよね。もう指導者になってからそういうなんかこうそうなんていうのシステムっていうか、うん、それまでこうなんか左サイドバックを一生懸命やることだけだったんで、あの左サイドバックからしかこう見てなかったですサッカーをね。でも山が出始めたその2002年の頃、はい、もう N ボックスじゃなかったですよ、ね、僕が膝やったらもうアウトだし、はい、もうできない。そうとも書いてありました。あそう、はい、知ってた。僕今年あの指導者になって山に来ました、ね、だからさあダメ言っちゃうこれ聞かれて説明できなくてインターネットで調べたんですね。これが振り返る男たちですから、はい、ね試合にオフと必ずね見に来てた。あそうですね、あのそれも隠れてだよな、うん、俺も結構行ってましたよホームは。だってサテライトリーグで8000人ぐらい入っちゃうんだよ、うん、でマッサージも半分ぐらい埋まってたもんね。でマン・オブ・ザ・マッチ出ますから、ね、マン・オブ・ザ・マッチ、はい、それ目指してましたから、うん、本当そう本当そう。何です。ですねジュビロードの3万円分の商品券です、うん、おお嬉しかったですよいいじゃん僕扇風機買いましたからねそれで、はい、つい最近まで現役でしたからねもらった人はね大体その量の家具が増えてくるんだよね電化製品とか